豊洲千客万来。すごい重い。アニョハセヨーミヒロエヨー。여러분미히라고부르세요오케이시작미히오케이잘한다잘한다에오늘은시조말여기에요도착했어요하프로레이스가려고해요가자간페토요스오면회로를먹는곳을추천합니다그러니까뭔가먹자아침부터아무것도먹지않았어요배고배고됐어배고파요여기는생선이신선해요샤맛있겠다뭘먹을까고민중いただき丼いくらマグロサーモンブリタイイカネギトロ数の子山クラゲキュウリだって여기는握り寿司握り寿司ちょんねここにしようはいすいません一人これ YouTube なんですけど、はい、撮影ってしても大丈夫ですかねYouTube はあ、してないですか？あ、どうなんだ。ご飯と食べてるところだけ撮りたいんですけど。うん、まあ別にいいですよ。本当ですか？すいません、ありがとうございます。はい、何にしようかな。おまかせ15貫セット。ハーフセットにしようと思います。すいません。どうぞ。ハーフセットください。わっすむにだー。いやー。マシケッター。お味噌汁もついてます。中トロ島味アワビですね。中トロ島味アワビ。アナゴウニトロ巻き。チャルモケスミだー。アワビ。やばコリコリがすごいアワビの味が濃い鮮素に新素ねよウニもっちゃウニ甘くて美味しい。エビ入ってる。背がつろよ。つろっすよ。背がつろっすよ。うわ。エビの味こ。잘먹었습니다아맛있었어요에배불다めちゃくちゃ美味しかったですありがとうございました撮影もありがとうございましたさあよしなんで가자魚の香りがする다음에새로생긴관광지예요핫플레이스어떤거어떤거어떤나바쇼카나어떤거룬룬룬룬룬룬와여기핫플레이스예요오사람이많아요今日が開業日っていうのかな豊洲千客万来
豊洲城外江戸前市場。桜かな。春になったら桜が綺麗に咲きそうだ。築地新楽寿司かな。 相馬水星マグロ串、あ、すごい、アナウンサーさんが取材してる。<笑>カメラマンさんがいっぱいいる。出来たてのきんつばが食べれるそうです。これ、きんつば作ってます。すごい。これ表面って何ですか？きんつばの表面。 表面は、これはなんか米粉とお砂糖と入れたものを水に溶いて、それをあんこの表面につけて、で一個ずつ6面焼く、なんで六方焼きとかっていうんだけど、じゃあ金つばはね、あの刀のつばに似てるんで金つばっていう。1個ください。ありがとうございます。マシケッター。チャルモッケスミダー。ほかほか。 表面が少しだけパリッとまでは言わないけど、いい感じの、なんだ、クレープみたいな感じかな。あんこがお上品な甘さ。あ、富士山クラフトセゾンだって。わあ、飲みたくなっちゃうな。昔懐かしいおもちゃ。 これは電電太鼓。パカ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 って音が鳴る太鼓。お手玉。日本っぽいお土産をね、買って帰りたいなっていう時はすごくここいいと思います。日本の、あの昔ながらのおもちゃが売ってます。ハンカチ。でもこれは手拭いって言います。すごく柄が、 罠柄が多くて、この手拭いを広げて絵のように飾る人もいるぐらい結構人気ですね。ほら、囲碁もえよ。モラゴ三角形。なんとペンです。ここが先端がペンになってる。でも箸でお寿司を持っているような、 すごい日本っぽい。あ、干支が書いてあるね。今年は辰年なので、これですかね。辰柄。こういうのお土産もいいですね。リアル箸置きもある。何？干物だ。猫のお茶。 すごい、猫好きの私にはたまらないです、これ。忍者のお茶もある。お土産でもらったら喜ばれるよ。えー、かわいい、清よ。この中に、コンペイトーっていうね、お星様みたいな、ちっちゃい飴があるんだけど、こんな感じ、これ。 大都会なのに、いきなり和の雰囲気。休憩スポットだね。わあ、提灯いっぱいあって夜になったら綺麗そうだね。ここは何かな。あ、ご飯屋さんだ。 炙りのお店だ。いらっしゃいませ。タコとか中トロとか赤身とかのお魚とか海鮮の炙りですね。めっちゃいい香りがする、香ばしい。あー、ねえ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 、海苔の佃煮って知ってる？白いご飯と一緒に食べるとめちゃくちゃ美味しいの。あ、何？ウニ醤油。え、あのウニだよね。 あのウニをたっぷりと使用した磯の香りが立つウニ醤油だって。マシケッター。え、イゴ、サゴシっぽよ。イカそうめんめっちゃいろんな味があるよ。
梅しそ醤油漬けなめろう。全然取れない。つんない。手伸ばしすぎて疲れちゃった。もっぱよ。やっと人が少なくなったから来れた。あ、一緒に写真撮ってる。撮れるかな一緒に。すいません、一緒に写真撮ってもらってもいいですか。わーい、かっこよく撮ってくれ。これなんていう衣装なんですか。これは甲冑ですね。甲冑、はい、すごい。鎧の武者ですね。かっちょいー。持ってみます。あ、大丈夫。持つ、持ってみますと思って。え、持っていいんですか。いいですよ。持っていいんだって。すごい。あ、結構重いんだ。本物の剣とほぼ同じ重さなんだって。片手で持つのは大変ですね、これ。ありがとうございます。じゃあ一緒に。はい、チーズ。大変なことに気づいてしまいました。あの、私が買ったこれ、ウニだと思ったらカニだったんです。なので、ちょっと交換できるか聞いてみます。どこだっけ。あ、ここだ、ここだ。すいません、あの、買ったやつ、はい、ウニだと思ったらカニ持っちゃってたんですけ ど、 買ってもいいですか。ごめんなさい、ウニじゃなくてカニだったんですよ。すいません。 YouTube とかやられてる。 YouTube です。はい、そうなんです。あの、社長の市川。あ、社長の市川さんです。これは準備だ。ありがとうございました。ありがとうございます。これ生配信。あ、違います。はい、編集される。編集します。はい、また遊びに来ます。はい、よろしくお願いします。よっと、あ、優しくてよかった。ちょっとファンみたいで写真とか撮れますか。あ、いいですよ。はい。え、私のこと知ってるんですか。ですよね。あ、はい、みひろです。みひろさんですね。あ、はい、そうです。嬉しい。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張ってください。はい、頑張ります。私ということを気づいてもらえました。重いですよ。わー、わー、すごい、重いですけど、かっちょいい、かっちょいい、いいですか。あ、どうでしょう。すごい、結構重量感ありますね。カブトまで全部装着するとやっぱり40キロ近く。ありがとうございました。え、毎回こういうあのイベントをやってるんですか。今日はオープニングなので特別です。あ、そうなんだ。いつもは下に道場があるので、はい、下で体験していただく。あ、そうなんですね。 ありがとうございました。はい、フードコートだ。あー、喉乾きましたね。クロニッカーめっちゅな真っ白カルカ。いっぱいお寿司が食べれます。海鮮丼。あー、手巻き寿司だって。お酒ないかな。あったあった、せんめっちゅ一緒や。ドゥドゥーン。生ビール一つください。生ビール。はい、ありがとうございます。大きい。いい、ありがとうございます。ジャリーアンジャーマシじゃごめん。
見たら無料で足湯ができるところがあるってね、書いてあったんだけど、ボディ？ここかな。なんか万葉の湯。マニジュルソイソ。足湯に並んでるのかな。あ、足湯ここだ。ここに並ぶらしい。結構混んでるみたい。でも無料だからさ、ちょっとやっときたいよね、足湯ね。歩いたからね。足湯だけじゃなくて、オンチョンドウ行こどにょ、おっとんぬきん。きれいよ。8階に千客万来、足湯庭園、かぼちゃ。開放感。きょんちちょわよー、ばあばあ。あ、これ夜は夜で夜景が綺麗そうだね。ここって空いてますか？空いてます。あ、ありがとうございます。はい、すいません、失礼します。ラッキー。わーい、無料の足湯。あ、カメラです。カメラ、あ、ビデオです。ビデオカメラ、はい。何専門の YouTube？ 東京の街を、紹介する、はい、感じです。立ったままできます。ポチャンって落ちないようにしますか。そうなんです。じゃあ靴を脱いで、よいしょ、失礼します。じゃーん。あー、あったかい。あ、ちょうどいい、ちょうどいいです。何度？42度ぐらい。あー、あったかい。ユーチューキッパー気分にちょわよ。疲れも一気に吹っ飛びそうな。あー、わー、足が真っ赤。いい感じに体中ポカポカになりました。なんか足湯だけでもすごいリフレッシュできますね。しかもこんないい景色を眺めながら、ポカポカになったことだし、タムでカジャ。ハンカチも忘れた。ティッシュしかない。ティッシュで拭こうか。被写体を見失いました。ちょっと待って、私ここにいる、ここにいる。いい感じにピンク色、すっきり。いっぱい歩いたけどリセットされました。うんうん。足が軽い。ちょっとね、こっちレインボーブリッジがいい感じに見えるから行ってみよう。レインボーブリッジ、きれい。東京が私のものや。超行儀だ。え？じゃじゃーん。うわー。気分にちょわっさや。無料っていうのがいいよね。あ、太鼓の音がするけど、なんだな。
太鼓でかっ。いや、思いのほか足湯が気持ちよくて太鼓の時間忘れてたよ。あー、チェミソッソよ。満足、満足、満足。あー、タオル忘れた人ここで買えるんだ。あー、見逃してた。200円。うわぁ、超냄새。煙でモクモクしてる。うなぎ焼いてる。うわぁ、マシかった。めちゃくちゃ香りがいいから、すごい食欲。そそられますよ。食べたくなっちゃう。見てください。あ、太鼓、太鼓の音がする。気のせい。伝統の歌を歌っております。どうもご清聴ありがとうございます。定着版で、これからの発展と、今日ご覧の皆さんの今年一年のご健康を示し、岩いじめ、手を一本締めたいと思いますので、ご紹介ください。では、お手頭拝借、はい、いいよ、はい、ありがとうございました。ちょっとよくわかんない。ありがとうございます。本締めです。豊洲先客番来かごしっぽじょっそよ。人とのコミュニケーションがたくさんできたので、一人行動をあまりしないので結構そわそわしたりしてたんですけど、話すことでちょっとね緊張がほぐれて楽しく、遊ぶことができました。クッカジバジュショソー、カムサムニダー。こういうところに行ってほしいなとか、見てみたいなっていうスポットとかあったら、ぜひ、テックルール、トンチョジュセヨー。グードックはチョワヨー、ヌルジュセヨー。かぶるっけよー。